2025年3月、グレープバインが全国4都市でホールツアー、シングツアーを開催する。スピードスターイヤーズを振り返るザ・ディケードショーで自らの現在地を再確認したグレープバインがホールツアーならではのスケールアップしたパフォーマンスで春を駆け抜ける。ツアー発表に合わせ9月にリリースしたライブ映像作品オールモストゼアツアーエクストラショーアットゼップダイバーシティ2024.03-28からグレアのライブバージョンが公開された。2008年発表のナインスアルバムシングに収録されたグレアは節目となるライブで演奏され、ファンの思い入れも強い楽曲。その演奏はダイナミックでエモーショナル、グレープバインのライブの魅力が詰まったライブ映像となっている。映像作品は昨年2023年9月にリリースされた18th アルバム Almost There レコ初ツアーの追加公演ファイナルとなったゼップダイバーシティ公演の編からアンコールまで全24曲を完全収録。ツアーで磨き上げられたアルバム全曲に23年12月にリリースされたロス・エンジェルス、そしてアップデートされた新旧楽曲が収録され、アルバムの世界を曲彩り映像と迫力の音響で楽しむことができる。これまでもグレープバインのライブ作品を数多く手掛ける大関康之が監督を務めている。初回限定版には全24曲のライブ音源を収録した CD2 枚組が付属。グレープバインは今年新曲忍者ポップシティを7月にリリース。スピードスターレコーズ移籍以降の10年ディケードを振り返るツアーザ・ディケードショーを東京、大阪のノーン公演と全国各地のライブハウスを巡るクラブサーキットで開催。先日10月17日木曜日にはデビュー時に大阪で初めてワンマンライブを行った梅田トラッドで追加公演を行い、アンコールで当時の楽曲4曲を披露し、ダブルアンコールにも応えるなど、今月いっぱいで営業終了する会場に花を添えた。この日の模様はスペースシャワー TV にて11月27日水曜日に、当日のドキュメンタリー映像も交えたグレープバインザ・ディケードショートラッドマラライブ&ドキュメンタリーとして独占放送される。